って早いもので最終日です。トーナメントコース1番ホール、和田純選手ティーショットです。フェアウェイ右、ナイスショット。大丈夫。さあ、トーナメント日が上野翔太選手現在2オーバーですので、今日は1アンダーで上がる必要があります。よいしょ。残り155ヤード、ちょっと右バンカー方面です。バンカーです。1番ホール第2打パー4、130ヤード。ピンの左をちょっと距離がありますがオンです。同じく上り130ヤード。もう筋ってんの。おーらしょう。バーディーチャンスです。第3打目夏のトーナメントコースのバンカーの砂は非常に薄くて難しいです。エクスプロージョンショットができない上、ショット的な若干の振りやすさがあります。もう興奮がつくしまいですね。薄いんでエクスプロージョンショットになりません。クラブを開いて打つのは無理です。翔太選手バーディーパットです。おお、ナイスバーディー。素晴らしい。1番から約15メートルパーパットです。切れ具合を読めませんでした。ナイスショー。ど真ん中ナイスショー。ど真ん中スプリンクラー中断5分がありました。2番ホールパー5第2打目です。フェアウェイ左、ナイスショットです。そう、パー5 2番ホール2打目、残り250ヤードです。よいしょ。フェアウェイド真ん中飛んだね。2オンできるじゃん。130ぐらいで、うん、手前ピン手前だし、そこ250だから、うん、225ぐらいだ。さあ、スミヤ選手、ツーオンになるか。ちょっと右に押し出してしまいました。バンカー方面でしょうか。
第3打です。ベタピンバーディーの欲しいところ、うん、ナイスオン。スミレ選手54ヤード。ちょっとショートか。あ、ナイスオンです。お、ベタピンじゃん。ナイスショット。翔華選手、第3打、51ヤード。連続バーディーなるか。うん、よいしょ。2番ホールパー5、グリーン上にやってまいりました。井見選手約10ヤードバーディーパットです。おお、ナイスバーディー。和田すみれ選手2メートル50センチ、サウイチバーディーパットです。ちょっと読み切れませんでした。ナイスパー。スミレ選手パッティングに苦労しております。難関3番ホールやってまいりました。おー、ナイスショー、ど真ん中。おー、ど真ん中、ナイスショー。フェアウェイ右、ナイスショット。女子にとっては難関、長い420ヤード、残り196ヤード、セカンドショットです。お、筋ってる。距離は、あー、止まっちゃった。ちょっとショートでした。翔華選手180、右に押し出してしまいました。当たり抜くありませんでした。バンカー方面。スミレ選手も約180ヤード弱、セカンドショット。筋ってる。ナイスオン。翔華選手ピンチです。夏のトーナメントコースのバンカーの砂は薄い。エクスプロージョンショットができないため、非常に高度なリザーブが要求されます。続きまして、どのようなショットを見せてくれるでしょうか。あまり開かずに打ちました。約2メートル弱についてます。笹原由美選手、約10ヤードのアプローチショットです。サーバーディーパット、どこまで出るか。翔華選手、約2メートル。サンディーパーセービングパットです。目は右から左に流れており、傾斜的にはスライスラインなんですが、目があるためストレートでいいのではないかと思います。
ストレートで考えてるようです。残念、ベビーになってしまいました。うん、ナイスパー。4番パー4です。うん、ナイスショー。フェアウェイ左にドローがかかっています。うん、ナイスショー。よいしょー、ど真ん中、ど真ん中のナイスショットでした。さあ、笹原選手、残り156、プラス5、6ヤードというところで、162、3ヤードというところでしょうか。ピンは右奥、難しいピンポジになっております。ピンの右に向かって飛んでいってますが、どうでしょうか。左にフレンドリーバウンドで跳ねました。約145ヤード。これをピンの左に向かって綺麗にナイスショー。翔岡選手、難関3番ホール一つ落としてしまいました。ここでぜひとも取り戻して合格圏内はオーバーに戻したいところです。現在トータル2オーバー。お、ピンに向かってまっすぐ飛んでいます。どうでしょうか。現在合計2オーバー。今後15ホールで1アンダーを出さなくてはなりません。見事に4番ホール3人ともメイカブルバーディーチャンスにつけております。特に翔岡選手、締める20センチ4で1オーバーに戻すことができるか。まずはまだ杉出選手から、傾斜的にはフックですが、目が逆に右から左に流れているのでまっすぐでいいのではないかと思います。ちょっと打ち切れませんでした。ナイスパー。うん、ナイスバーディー。読み切りました。グラインを読み切りました。和田選手のラインを見ているのでライン分かっていると思います。まっすぐでいいと思います。スプリンクラーが気になるよね。スプリンクラーが回ってきました。ピンの右ちょっとショートしました。ピンの右距離は、ナイスオン。フレンドリバウンドでピンに寄っています。これピンの左距離はナイスオン。このフレンドリバウンドでピンに寄っています。惜しい。翔岡選手、下りの約10メートル弱、目はこちらから見て右から左に走って、傾斜もスライスの傾斜ですのでかなり曲がるように思われます。
目を読み切れませんでした。約1メートル。ちょっと弱いか。翔子選手、大事なセービングパットです。ナイスパー、ナイスパー。前半のハンディキャップナンバーワンホール、6番ホールにやってきました。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。うん、ナイスショー。ハンディキャップナンバーワンホールパー4、ドライバー池絡み、2打目も池絡み、172ヤード。ピンの右に向かって飛んでます。距離はナイスオン。おはようございます。翔子選手も同様に約170ヤード。ちょっとダフり気味ですが、距離はどうでしょうか。ちょっとショートしてしまいました。160ヤード、セカンドショットです。ピンの右、これちょっとショートでした。あ、まだ動いてます。あ、まずい、動いてる、止まった。杉谷選手115ヤード、残りのアプローチです。おお、ナイスショット、ナイスアプローチ。これもナイスアプローチでした。さあ、笠原選手、3つ目のバーディーになるか。かなり下りです、50% のフックライン、30センチから50センチくらいフックするでしょう。フックを読み切っていませんでした。翔子選手、大事なパーパットです。ナイスパー。ナイスパー。よいしょ。おはようございます。先に当たるか。当たった音がしなかったね。当たってないと最短距離コースなんだよな、あれ。ナイスショー。ベスポジ、7番セカンド、150ヤード、若干フォローです。ナイスオン。翔子選手、約130ヤード強、7番パー4セカンドです。ナイスショー。ナイスオン。110、すごい飛んだね。残り110ヤード。
超が小さい短距離でした。すじってます。おお、ナイスショー、入ったんじゃないかっていうショットだね、あれ。惜しい。ナイス、ナイスバーディー。さあ翔子選手、ファースト QT への道決めれば1オーバーに、トータル1オーバーに戻ります。現在トータル2オーバー。最高で切れてしまいました。ナイスパー。